スクロールオートのご説明をします。スクロールオートとは、表示している画面を自動でスクロールさせる機能です。それでは設定してみましょう。ホーム画面から基本機能をタップし、設定をタップします。画面をスクロールして便利機能をタップします。スクロールオートをタップします。ここから詳細設定ができます。それでは実際に使ってみましょう。スクロールオートさせたい画面で指をスライドします。ポイントは、中央部で指をゆっくり動かすことです。矢印が表示されたら、指を離さず矢印の方へ指を動かします。これでスクロールオートが開始されました。下部のプラスマークとマイナスマークをタップすると、5段階で速度が変更できます。